する人類を救う物語である。おばあさんを道案内した先で迷子のおじいさんに出会い、家まで送った帰りに怪我した猫を見つけたんですが、近くの動物病院が休みで遠くの病院まで連れて。ストップ、そこまででいいわ。そういう時はせめて連絡を入れてね。あ、はい。いよつゆ様。こちらはどちら様ですか？平坂よつゆです。よろしくお願いします。優しく包み込まれて、これはまさによつゆ様の優しさを表現する温かさ。ん？状況を整理しますね。のどかさんはうちに就職希望でいらしたのですよね。はい。掃除、洗濯、炊事、雑用、何でもします。どうか私を雇ってください。けなげでいい子じゃないか。うん、採用。いやいや、そういうわけにはいかないでしょう。はい。おい、よつゆちゃん、のどかさんはアクトレス免許取ってないんですか？そうだね、免許取ってアクトレスになれ、もしかしたら測り間違えってこともありますね。簡易測定器取ってきます。一瞬上に行ったのにな。残念。のどかさん、アクトレス目指しましょう。でも適性が増加した例もあるって言ってたじゃないですか。可能性があるなら挑戦してみましょう。諦めなければきっといけますよ。特訓お付き合いしますよ。特訓そこじゃない、お付き合い。よつゆ様の口から私に向かってお付き合いなんて最高なんですけど。っていうか、よつゆ様の顔近く美しい。あ、これ世に言う壁だ。まさかこれを私がいただける日が到来するとは。うわさっきの測定、数値は前回よりも上がっていましたよね。これって特訓のな、のどかさんにもまだやりたい気持ちがあるなら、もう一度挑戦してみませんか？よろしくお願いします。よつゆ様の特訓を受ける前にまずしなければならないことがあった。それはよつゆ様を克服すること。さらなるギアの可能性。うわ、見てる、よつゆ様さらに強烈。うわ、負けるもんか。おめでとうございます。おめでとう。ありがとうございます。おめでとう。そして、本当に始まるんだ。憧れの職場で憧れの人たちと一緒に。のどかさん、憧れが高まるあまりに鼻血が出ちゃうなんて、どれだけ熱い思いなんでしょう。
興奮すると鼻血が出るというのは俗説ですよ。え、じゃあなんでのどかさんは鼻血が出るんです？それはちょっとわかりません。特殊能力ですか？それを言うなら特殊な体質では。あんなことしてまで持ってくるなら車を出したのに。いえ、私たちのわがままで私物を運んだだけですから。ここは整備部が管理していた施設よ。来てもらっても仕事はないのよ。でもアクトレス業務以外何か協力できることがあると思うんです。掃除洗濯炊事雑用何でもします。私も地獄の底までお供します。ここは綺麗に片付いてますね。私が3日かけて片付けたもの。他はまだまだ全然。お茶一つ出そうにも大騒ぎよ。ありがとうございます。高畑さんもどうぞ。 ありがとうございます。にがっ。やっぱり。ふわいっぱいですね。急な引っ越しだったから慌てて積み込んじゃったんすよ。あの、私たち手伝いに来たんですけど。そうなの？助かるな。じゃあよろしくっす。はい。設楽さん、大丈夫ですか？なんのなんの、まだまだいけますよ。チメント付き。なんでこんなものがあるの？前に千恵里さんとサバイバルゲームについてお話しした時に。誠実な心でコール。全滅もしくは拠点フラッグを奪われた。いざとなったら私が守りますから。燃えるセリフいただきました。ゴー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 。やりましたね。さあ行くよ。はい。ゴー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 。のどかさんと私で抑えますから、設楽さんは上。